福岡2020、今週も始まりました。福岡2020、パーソナリティのかなです。ゆきです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この福岡2020はビジネス、地方創生、シェアリングエコノミー、 DX をキーワードに、専門的かつ未来志向な話を大学生パーソナリティが徹底的に分かりやすく噛み砕いて発信する福岡発メディアです。毎週木曜日の19時から福岡天神にある自社スタジオからお送りしております。またこの放送は株式会社ペライチ、パクタソ、ポルト株式会社、一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会にご協賛いただいております。ということで、第115回目となる今回はサイボーズ株式会社社長室フェローの野水克也さんをゲストにお迎えしております。野水さん、聞こえますでしょうか？はい、早速なんですが、今なさっている活動など簡単な自己紹介をいただけますでしょうか？今呼ばれてるよね、僕。はい、実は突然切れましてですね、はいはい、今修復してる最中でございます。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。申し訳ないですところなんですけど、申し訳ないです。いえいえ、本番前に映像ぶち切れるとめっちゃ焦りますよね。いや、もうよかったです。よかったです、戻ってきてくださってテロップは焦ってますね。今ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サイボーズ株式会社の水と申します。はい、よろしくお願いします。もうね、50超えてますんで、見た目だけ若いんですけど、結構他のところはいろいろと衰えております。はい、で、サイボーズではですね、今社長室っていうところに勤めてるんですけど、はい、まあ、多分学生の皆さんとか社長室って何するとこだみたいな、はい、そういうことを思われてると思います。で、普通の社長室っていうのは社長の助手が仕事だったりするんですけど、僕の場合、うちの社長室の場合はあんまりそういうことは関係なくて、社長は全部自分でやってしまうんで、はい、社長室は特にやることがないっていうところです、はい、遊んでるわけにもいかないので、僕の場合はっていうか、うちの場合はとりあえず儲けを出すために事業をやってますよね、普通。はい、例えば我々の場合はグループウェアっていうソフトをこう売ってるわけですよ。うん、はいはい、で、ところが、それだけだったら永遠にグループウェアが売れるとは限らないっていうところがありますよね。うん、で、それと例えば、ソフトウェアって、例えば今日本で働いてる人って6600万人いるんですね。はい、で、6600万人のうちグループウェア使ってる人ってまあ1000万人ぐらいなんですよ。うん、で、机に座って仕事してるデスクワーカーが1500万人ぐらいなんですね。はい、でも残り例えば4000万人ぐらいとかだって、例えば机に座ってなかったりとか、例えばそもそも情報共有が必要でないって思ってたりとかっていう、そういういろんなパターンがあるんですが、うん、はい、そこに対して、いろんなチャレンジをしていくっていう、要するにもっと広げるためにはどうしたらいいかと。今、うん、今はとりあえず我々のものが必要なかったりしても、将来的にそういう人たちが便利になるために、例えば80歳のおばあちゃんが使うためにはどうしたらいいだろうとか、はい、うん、であと生徒が授業で全員使ったらおもろいよねとか、うん、ね、あとは農業で農家さんたちが情報を共有したら面白いよね、はいはい、あとは、多分今日も話題に出てくるかもしれないですけど、シェアリングエコノミーとかで、ある実験だと、例えばバス、田舎行った時にバスがなくなるから、乗り合いでデマンド交通みたいなことをこうやったりするっていう試みってのやってるんですけど、うん、そういうのをシステムで使ってみたらいいんじゃないかとかっていう、そういう実験を、主に進めるのが僕らの役割ということになります。あとは今の社会課題、例えば虐待の問題であるとか、うん、はいはい、あとは、子どもの、例えばあれですね、障害者に対してそれをどう支援するかっていうこととか、うん、まあ、あとは今やってる役所の DX とかっていう、そういういろんな社会課題に対して、うん、はい、とりあえず儲け出る出ない以前に、まあ、社会に役に立つんだったら自分たちでできることだったら突っ込もうみたいな、そういうことを、うん、思ってやってる仕事っていうのが、まあ、3分の2で、あとの3分の1が、はい、こうやって講演して暮らしてるっていう、そういう感じになります。うん、なるほど。じゃあその3分の2っていうのは主にこう自分たちのサービスで社会を良くしていこうということですかね。そうですね、必ずしも自分たちのサービス、まあ、っていうかって言って、
他人のところのサービス使うわけじゃないんですけど、はい、まあ、場合によっては自分たちのサービスじゃなくても、やらなきゃいけないことは、やりたいかなっていうところですね。で要するに、はい、ソフトウェアを作ってる会社ではありますけど、ソフトウェアを広めたいわけではなくて、はいはい、チームワークを広めたいと思ってるんですね、僕らの会社は。なるほど。結果的にだからソフトウェアを作ったとしても情報共有のできないソフトを我々が作ることは絶対ないわけですよ。はい、で、みんなが仲良くなって、要するに生産性が上がるようなそういうチームが作れるようなことっていうのを全体的に後押しするっていうのが我々のミッションなので、例えば虐待の問題にしても、要するにチームワークで解決できる問題、今までだったらその引き継ぎがうまくいかなかったとか、はい、情報がどこにあるか分かんなかったとかっていう場合に、僕らのソフトウェアが入ったらそこ役に立つからそこに行くっていう感じではありますね。うんうん、なるほどなるほど。じゃあそのチームワークを広げていくためにはというところもちょっとね、はい、今日は深掘りしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では実際にテーマに入っていきたいんですけれども、今日は確実に変わる時代と変われる人変われない人というテーマでお送りしていきたいと思います。いや僕変われない人ですよ。いやいやいやそんなことはないですよ。はい、サイボーズという会社、うん、ちょっと面白いなと私たち調べていて思ったんですけれども、うん、ゆきちゃんは一緒に調べていて、うん、新人社員白書というのを見たと思うんですけど、はい、ちょっと、はい、教えてもらえますか、はい、どんなものか。ちょっと気になったのが、はい、部活の話というのを見たんですけど、2019年度入社の方々がの新人はこんな部活に所属していますというものを見つけて、なんかマッスル部とかランラン部とかそういうのが出てきたんですけどどういったものなのでしょうか。マッスル部は単にあれですよね筋トレやってる部ですよね。筋トレ、はい、筋トレやってるので昼休みとか、会議室を覗くとみんなでこうやって腕立て伏せとかみんなこうやって、じゃあ会社の中にそういう部活動がたくさんあるっていうことなんですか。5人以上で集まってとりあえず作ったら何の部でもとりあえず補助金が出たりはするので、ちなみに僕はスイーツ部員です。あ、そうなんですか。私スイーツ部員立候補したところなんですよ昨日入りたいなっていう話をしてました。スイーツ部員は普段食べれないような贅沢なスイーツを持ち寄って取り寄せてでみんなで食べて仲良くするっていう、うん、そういう、参加したいです。楽しそうですね。そうすると半額支給されるんですよ。そうなんですか。僕スイーツ好きなんですけど、うんうん、一人で食べに入れないじゃないですか。うん、なかなか、そうです ね、この年大学の時でも、女の子と一緒に入って女の子にパフェ頼んでもらって交換するみたいな、そういうすごいやり方をして。あ、そうなんですか。そうですそうです。この年になるとなおさらできなくなっちゃってね。なんでその機会じゃないと食えないっていう。なるほど。じゃなかったらもうファミマで男のスイーツ買うしかないなみたいな。あ、なるほど。高級なデザートとかも食べられたんですか。ここは何々でとかっていろんなこと言われるんですけど全く覚えてないです僕。いや、いいですね。私たちもスイーツ大好きで、うん、まあ、実は2人ともミスタードーナツで働いてるんですけど、うん、はい、ドーナツはいかがですか。ドーナツ大好きですよ。本当ですか。はい、よかったです。はい、チョコがけのオールドファッションが好きです。あ、美味しいですね。あれ冷凍しても実は美味しいんですよ。なんかちょっとそうなんですね。はい、ちょっと余談でしたが、はい、他にもちょっと面白いところがありまして、うん、私勝手に理系の方ばかりと思っていたんですけども、うん、文系理系が3対2っていうのでちょっと驚いたんですけども、うん、そこはもう文系の人 もう全く関係ないという感じなんですかね。そうですね。正確に言うと理系の優秀な方がやっぱりね、うん、取りにくいんですよ。なるほど。そんなにうち給料高いわけではないですし、うん、やっぱりねガーファ系とかが僕ガッパンになってこう取ってきます、うんうん、彼らと比べると僕ら給料も安いですし、なんか仕事がエキサイティングかって言われると学生の身からすると社会人になるとね、サイボーズってそこそこ有名な会社ってその技術的にもおもろそうって思えるかもしれないんですけど、うんうん、学生から見たらやっぱ例えばゲームだとか
やっぱ Google みたいなその世界展開してるサービスの方がやっぱ魅力を感じるっていうところがあって、トップのプログラマーっていうところの争奪戦は結構激しいんですよね。で、はいはい、僕らもいい人結構取れるようにはなってはきてるんですけども、でもまだその比較した場合に、どっちかというと理系の一番優秀な層っていうのをこう、やっぱりあの外資系とかにこうかさわられていくっていう現実があってですね。で、必然的にあの文系のいいところが割と取れるようになってきたから、なんか文系の比率が高いっていうところはあります、ね。はい、なるほど、はい、あ、そういった背景があったんですね。はい、あとは、まあ、あの文系理系ってあんまり気にしてないんですよ。例えば文系の方でもプログラマーに応募しようと思ったら別に応募してくれて全然構わないですし、理系の方が例えば社長室で、政治家とビジネスやりたいとか言ったら別にそれも全然ウェルカムではあります、だからあの理系をたくあの文系をたくさん取ってるっていうよりは、採用面接をして上がってきた人を比較したら結果的にそうなりましたっていう、だこれ女性比率も一緒なんですけどね。女性比率も、はい、あの IT 企業としては僕らは相当高い方だと思う、半数近い女性比率なんで、半数超えてるかもしれない、総数から言ったら、で超えてるんですけど、これも結局面接してたら、優秀な女性がいっぱい来ますっていうだけの話ですね。なるほど、お久しぶりに男だみたいなそんな感じになってますよね。でもそこであのフィルターをかけるわけではなくて、あの優秀な人を取ろうと思ったら自然とそうなっていったっていう、本来の意味のダイバーシティってそうだと思うんですよね、あの男性も女性も理系もあれも関係ないし、まあ、本当だったら年齢とかだって関係ないですし、優秀だったら、その優秀に見合った報酬を上げればいいし、あのそういう待遇を取ればいいっていうふうには思いますね。なるほど、ありがとうございます。あの働き方についてもちょっと聞いていきたいんですけれども、あのコロナによる仕事や変化のスピード感というところで、あの記事を拝見したんですけれども、あの野水さんが社長室フェローを務めていて、自治体の方とお仕事をされる機会も多いんですよね。あ、多いですね、はい、はいはい、でその役所の仕事のスピードがかなりこう早まったっていう、コロナ禍で早まったっていうところを拝見したんですけれども、それを感じる機会はやはり多かったですか？そうですね、今年、出したリリースとしては、兵庫県の加古川市っていうところがあるんですけど、そこであの10万円の特別給付金って皆様もらえたんでしたっけ？あ、いただきました、はい、そうですよね、全員もらえますから、ね、はいはい、で、あれってどうやって申請しました？申請は、一世帯なので家族で、あの父が代表して、あの申請してくれるみたいな感じでした、ね。あ、なるほど、はい、じゃあ基本的に郵送でやってますよね。郵送で、はい、郵送でしました、マイナンバーカード使った人いないですよね。あ、使ってないです。っていうか持ってます？持ってないです。持ってないです。カード持ってないです。ですよね、はい、で、あのオンラインで申請するときに、あの普通だったらマイナンバーカードがいるんですよ。でもみんな持ってないじゃないですか、はいはい、で あの頃ね 15% くらいしか普及率がなくて確か、でマイナンバーカード、あのオンラインで申請したら密が防げますよって言いながら、はい、あのマイナンバーカードの申請窓口に人が殺到して密になるっていうわけのわからん状況だったんですよ、ね、はい、見ました、はい、で、その加古川市さんの、はい、人が起点を聞かせて、マイナンバーなしで、給付金の申請の手続きができる、オンライン手続きができるものを作ろうって思い立ってですね、はい、で、うちのキントーンっていうシステムを使って、2日でプロトタイプ作っちゃったんですよね。2日で作って、で、2日で作ったところでどうしても1箇所引っかかってるところがあって、そこで初めて僕に連絡が来て、野井さんこれあのなんとかなりませんみたいな形があって、いやできると思いますけどいつまでって言ったら、明日市長にプレゼンして、2日後にプレスリリース出しますみたいな、そういう話をしていやちょっと待てよ、早っっていう感じで、しょうがないんで、その時、あのちょうど土曜日だったんですね、金曜日の夜だったんですけど、はい、土日じゃないですか、土日なんで、日本のリソースが使えないんで、時差を利用して、しょうがないんで、あのうちの US の US に出向してるプロ、はい、出向、US の方の法人にいる日本人のプログラマーですね、はいはい、九州出身なんですけど、九州大学出身なんですけど、優秀なやつなんですけど、はい、そいつに、頼むわって言ってお願いして、やってもらって、で要するにアメリカで作って、で月曜日のリリースに間に合わせて、で市長のプレゼンも全部パスっていう
う、そういうことをやったりとかしてました、すごいスピード感ですね、海外の方で、うん、前だったらこんな作るって、まず予算申請で来年度に予算を取ることを目指しましょうみたいなところが始まるわけですよ、はい、で、なんかすっごい長ったらしい企画書を書かされて、はい、で、入札をこうやってみたいなことをやって、なんか出来上がったら3年後でなんでこんなしょぼいシステム作るのに3年かかんのみたいな、そういう感じだったんですよ、ね、はいはい、本当にあの今年はそれの他にまだ給付金の関係ではあの早いとかいくつも出てますけども、あのスピードが段違いに速くなりましたね。それはなぜこうスピード感を持ってできるようになったんでしょうか。まあ、なぜっていうか必要性に迫られてなんでしょうね。あー、なるほど、とりあえずやっぱり人間って、まあ、悲しいかな、あのお金に弱いので、はい、役所がお金くれるってなったら殺到するわけですよ、はい、でもそうなってしまった時にじゃあ、10万人の書類審査を、ね、150人ぐらいで役所の人たちがどんだけ頑張ったってめっちゃ時間かかるんですよね、うん、でそのままだったら結局、役所が大密状態になってしまうし、はい、結局あのそこをなんとかクリアしなかったら、要するに業務が回らなくなってしまう、うんうん、っていう危機があの現実に迫れば、もともとあの、ね、市役所の方ってその地域で一番頭のいい人が入るわけですよ、うん、はい、だめちゃめちゃ能力があるはずなんですよね、うんうん、だからあのやっと本気出しましたっていう感じ。あ、なるほど。今までなんかあの議会調整とかそう違う方向にこの力を注いでたのが、うん、はいはい、本来の方向にちゃんと力を出したら、うん、やっぱできるわこの人たちっていう、そういう感じですよね、うん、なるほど。それがもうコロナ禍で浮き彫りになったっていうことなんですね。そんな感じですね、うん、なんかその自治体、まあ、でも、はいはい、喉元過ぎたら暑さ忘れるで、はい、元に戻っちゃったところもいっぱいありますけど、あ、そうなんですね、うん、なるほど。その10万円給付のところはもう私は郵送のやり方しか知らなかったので、うん、それはやっぱりこう自治体の判断の速さというか、じゃ郵送じゃなくてもできるんじゃないかってい う、 こう考えがあるところとないところで差が出てくるんですかね。いや、真面目にちゃんと計算をしてで間に合わせることができるように動ける人がいるかどうかです、ね、まずあのやんなきゃって言ってるところってみんなやんなきゃなんですけど、真面目に計算する人いないんですよ。例えば、1人窓口に来た時に窓口で何分待って、やり取りにどれぐらい時間が平均時間がかかって、でそれを審査する人が何人必要で、その人たちが審査するのに何分かかって、はい、それを銀行振り込みでっていうのを真面目に考えると、あの何万時間とかっていうのがすぐ出てくるんですね、ちゃんと計算計算したら、はい、だそれをちゃんと計算して、それを市長とかに、いや市長ちょっと待ってください、これ無理ですっていうことをちゃんと言って、うん、でそれに対していやこんな方法がありますっていうことをちゃんと提案するできる人がいるってことですね、うん、無理ですっていうとこまで言ってる自体は結構あったと思うんですけど、はいはい、でその場合はあの外注っていう、まあ話題のあの電通さん経由でどこどこみたいな、うん、そういうあのたくさん人がいるところに対してドーンって外注してるっていう自治体もたくさんありましたし、はい、あとは小さい自治体だったら本当にあの職員総出で土曜も日曜も夜も働いてたっていうところも聞いてますし、であとはあの途中で悲鳴を上げて加古川のシステムをうちでも使いたいって言ってきて大アドバンテージで手配したっていう自治体もいくつかあります。やっぱりそうなんですね、はい、こうなんか自分たちでやっていてもこうどうしたらいいんだろうって思ってたら他のとこでやってる、じゃあうちもっていうこともあるんですね。やっぱりありますね、はい。まああのね、前例があるとやりやすいですからね、ああいうところはね。そうですよね、やっぱりどこが先駆けてやっていくかっていうのも大事になってきますよね、だ基本的にあの、まあ、車中室の仕事はさっきも言ったようにあのファーストペンギンを応援する場所なんで、うん、ファーストペンギンさんが、どうしようかで飛び込んでるところは行って背中をドンと押すっていうところに対しては僕らはあの、うん、即座に動くという、はいはい、そういう感じです。あ、なるほど。あの私があの野水さんについてちょっと調べていく中で、働く目的は幸せになることっていうこともおっしゃってたんですけども、うん、やっぱりそうやってこう先駆けて やっていこうっていう人を支援していくっていうのは野水さんにとっても幸せなことなんですかね。そうですね、まあ、先駆けてっていうのはまあ若干あのビジネス上で、うん、先にやらないと目立たないし、目立たなかったら金がもらえないのにやっないみたいなところはあったりするんですけど、はいはい、なんだろう、こうやったらできるって分かってるのにやってない社会課題
っていうかいっぱいあるわけですよね。で、自分たちも例えば、僕もあの実は大学生の娘と息子2人とも大学生なんですけど、はい、いて、まあそういうあの例えば子どもたちのためにできることって何だっていうか、彼らがあの20年後30年後っていうところでちゃんと日本の社会が普通にも、まあ、あのあんまり先行き明るくないんですけど、皆さんには申し訳ないんですが、でそれがなんか少しでも暮らしやすい世の中になるような取り組みに対して変わろうっていう人たちに対しては後押しできることをやっぱりやることが、まあ、自分なりに納得のいく働き方っていう感じですかね。なるほど、ありがとうございます。あのいろいろなあのインタビュー記事とかもあの見ていて思ったのは、例えばこう上司と部下とか男性と女性とか、その二者間の問題について、あの野水さんとしてはこう一方方向じゃなくて双方向であの捉えて分析されてるなっていう印象を受けたんですけれども、そこは結構やっぱり意識されてるところですか？双方向っていうのは具体的にもうちょっと詳しく聞かせてくれます？あの上司からだけの視点じゃなくて、こう部下がどう思ってるかとか、男性と女性でも男性はどういった考えを持ってて、女性はどういった考えを持っていてっていう、こうどちらからの矢印、あ両方からの視点を持って考えていらっしゃるなと感じたんですけれども、それはあのね、多分マスコミで最初に教わったことかな。はいはい、まああの最近はあの釣りの記事ばっかりで、なんかあの視点を変えることが、いい記事、あのヒットする記事みたいな、そういう勘違いが結構出てますけど、あのそもそも僕ら取材するときに一番最初に教わったのは、必ず一方の言い分だけじゃなくて両方の言い分を聞けっていう、はい、でその上で番組作れっていうことはもうすごく言われてて、はい、なので、何か一個の事実を見た時に、それに対する解釈で、必ず双方向っていうか、いろんな方向の解釈っていうのを、読んだ上で自分で咀嚼するっていうのは、これはもう習慣としてついてるっていう感じですね。あ、やっぱりこう最初 の、 そのテレビでのディレクター経験から、そこにつながってるわけ、ね。まあ、そこもあるし、あとあの僕も大学社会学部だったんですけど、はいはい、社会学部でもやっぱそういうことを教わりますから、ね、あの人の動き方とかっていう、要するにあの何か事象があった場合に、その事象を、上からちゃんと見るっていうことをちゃんとしろっていうことをよく言われますよね。なるほど。まあ、大学の論文でね、こういう社会現象で虐待っていう社会現象がありましたって、かわいそうって論文に書くわけいかないんで、はい、なぜそうなるかっていうところとか、はいはい、解決方法としてどういう方があって、それに対する障害が何であるかっていうことをちゃんとこれ、うん、あの探さなきゃいけないんで、まあ、あのそういう習慣を着々とつけてきてるからそうなるのかなっていうふうには思いますけどね。あ、じゃあもうその大学時代の時からその社会学に興味を持って、あのそこからちょっとディレクターだった、そのテレビとか世の中のことに興味を持つようになったんですか？そうですね、まあ、消去法にも近いんですけどね、文学部は就職できなさそうだし、あ、文学部いたらごめんね就職できなさそうだし、なんか経済学部はなんか経済って何の魅力も感じないんですけど、僕あんまりあの経済学とかあのマルクスとか言われてふーんみたいな感じなんで、あれ経済じゃないか、で理系は僕数学が壊滅的に苦手だったんで、苦手だったっていうことと、そもそもあの短期間で成績が上がるっていうか、僕アホだった、相当アホだったんで、大学入るために大学入試科目だけ勉強したっていう、そういう卑怯な勉強の仕方で、その場合一番手っ取り早いのはもうあの文系三種ですよね、あの社会と、社会の2科目と、はい、あとは、国語と、であと英語っていうのを3つだけ、はい、勉強して、英語だけは絶対逃れなかったんですけど、はい、で考えるとやっぱ文系の学部しか行けなくて、はい、で文系の学部の中でその一番面白そうだったのが社会学部っていう感じですね、あのメディア論とかそうあって、なんか面白そうやみたいな、はい、新聞論とかメディア論とか並んでて、これ結構あのなんか心理社会心理学とかって名前聞いただけでちょっと面白そうやなって、なんたら統計学とかちょっと古典経済学とかっていうのを見てても、いやこれ行きたくないよな、勉強したくないよなって思いますけどね。なる
るほど。でもちょっと私と感覚がちょっと恐縮なんですけど似てるなと思ってて、私も結構消去法でこう今メディアコミュニケーション学科っていうところに所属あの学科にいてるんですけど、私も同じくこう消去法でこうメディア学とか面白そうだなっていう感覚で入ったので、ちょっと親近感が勝手に湧いております。でもどんな学問か全然知らないですよね、そんなもんね。そうですね、高校までの授業でないですからね。はい、ないですね。うん、本当興味本位でちょっと言ってます。でなんか先ほどこう双方向のお話が出てきたと思うんですけど、うん、はい、上司と部下の関係性の築き方というところにもちょっと気になっておりまして、うん、とても印象的だったのがこう記事を拝見させていただいたんですけど、部下がうちの社長ってバカだよねと噂するという、極端に言えば社長が悪いのではなく部下が悪いという お話を拝読させていただきました。でなんか私たちも活動する中で自分から積極的に情報を伝えたりだとか、伝わっていない情報に関して質問をしたりということを大切にしているんですけど、こう社会に出て働いている人でも誰でもそういうことってできることではないですよね。いや誰でもできると思うんですけどねできますか。何かな、気をつけてないというかやらないというか、うん、まあ、社風とかもあるじゃないですか。その、うんうん、なんだっけ、社長に耳障りのいいことしか言わない会社っていうか、はい、そういうふうに、はい、いろんな管理職の方が訓練されるっていう、うんうん、社長が本音を聞きたいと思っても課長が自分の出世のために、社長にいいことしか伝えないって方針であれば、その下の人は課長に対してはいい報告しかさせてもらえなくなっちゃうんですよね。はいはい。で大企業っていうのはそういうところがあって、なんかこう道を間違えていくっていう例が多かったりはするんですよ。で、それインタビューしてるのは多分中小企業向けの媒体だと思うんで、で中小企業の場合はなんかみんな好き勝手なことを言ってた結果としてそれが社長の耳に入って、 でも社長はその好き勝手なことを言ってた中から判断しちゃうんで、うさばらしの結果として話したことがそのまま方針になっちゃったみたいな、そういう誤解が結構起きたりすると。大企業の場合はまた若干事情が違ってますよね。間に何層も挟まっちゃったりするんで、はい、じゃあやっぱり仕事の見える化するという部分も結構大切なんですかね。これはインターネットが出てくる前と出てきた後で違ってて、はい、インターネットが出てくる前はいっぺんにたくさんの人にものを伝えるうん、っていうのはみかん箱の上に乗っかって叫ぶくらいしかなかったんで、要するにそういう時代だったらこの伝言ゲームっていう、要するに例えば部長に伝えて部長が課長に伝えてって、これ意味あったんですよね、はいはい、でそのためのこうヒエラルキーっていう組織だったんですけど、うんうん、まあ、今ね、分かるように、自分の会社の最新ニュースはツイッターで知りましたみたいな、そういう時代にこうなってますから、うん、はい、課長部長課長ってとどまってくるよりも、ね、ツイッターでボーンって言った方が早く伝わったりするじゃないですか、はい、ね、うん、ってなった時は、またやり方が変わってくるんじゃないかな、うん、でそれに対して、ほとんどの会社は組織とかその情報伝達のやり方とかっていうのが、うん、変われてないだろうなっていうふうに思います、うん、そうですね、やっぱりこう、まあ、私、まあ、学生だったら学生が教授に何かを言うとか、うん、アルバイトで先輩に何かを言うとかってやっぱりこうちょっとはばかられたりとか、うん、今でもそんなことあるんですか。言い出しにくいことってやっぱりありますよね。うん、僕 の友達の大学の先生とかはね、最近の学生は生意気だってみんな言ってますよ。本当ですか。なんか先生によるかもしれないですね。なんかこう近寄りがたい先生とかもやっぱいらっしゃるので、こう親近感を持って話せる先生とそうじゃない先生っていうのはいらっしゃる感じがします。ああ、なるほどね、うん、いや確かに分かります、ありますね。そういったこう上司と部下のこう垣根をなくすというか、うん、それを改善していくためにサイボーズではワンオンワンとかも取り入れて雑談を大切にしているというのを拝見したんですけれども、はい、ね、ゆきちゃん、サイボーズの企業プログラムのページを拝見させていただいたんですけど、はい、ワンオンワンの位置づけというのがコーチングやカウンセリングになってくるとかなり難易度が高い、つまりごく一部の限られた人にしか、限られたマネージャーにしかこう雑談として話せないみたいなことになってくると思うんですけど、まあ、ワンオンワンという言葉に抵抗感を抱く人が多いという感じが まだしているんですけど、なんかこうサイボーズさんのワンオンワンとしての雑談ってどういったものなんでしょうか。うちも変遷してるんですよ。
最初はね、はいはい、あのコーチングから始まってますよね、だから、今は本当に雑談になりつつあるっていうか、はい、結局あの心を開かなかったら、お互いに心を開かなかったら仕事も進まないし、心を開く状態になるためだったら何でもいいよねっていうことになりつつあるんですけど、はい、だから昔はやっぱコーチングしたらないかんとか、業務伝達したらないかんとか、はい、価値観直したらないかんみたいな、そういうことをあの思って雑談をしてたっていう時期もありましたね。うん、で僕自身は雑談苦手なんです。そうなんですか？そんな感じしないんですけど、ね、あのいや、これねすっげーよく言われるんですよ僕、あのスイッチオンになった時だけ喋るんですけど、はい、普段ほとんど喋らないんですよ。そうか、会社の中で例えば社長室で、まあ、今はみんな会社行ってないですけど、会社に行って働いてる時って後ろの席が青ので、隣の席にあの女性の同僚がいてみたいな感じで、じゃあ3人で仕事してる時にその喋る比率ってどれぐらいかって、その女性が8割ぐらい喋るんですけどね、で僕があの社長が、1.5 ぐらい喋って、僕が 0.5 ぐらいですね、本当にあの普段はあんま喋らない方なんで、なんか目的のない話がすごい苦手なんですよ。なるほど、だからあの雑談しましょうとかでなんでって何の話をするのかが分かんないみたいな。じゃあ入りはコーチングから始まるということですか？いや、僕はテーマが決めることが多いですね。あー、なるほど。テーマを決めて議論するのは嫌いじゃないので、はい、テーマを決めてやることが多いです。であのなんだっけ、あの雑談って一般的に言うと、例えばあの野球の話と、天気の話と、よく言うじゃないですか、はい、あの辺の話はもう10秒ほどしたらもう帰っていいかなっていう気になるっていう本当嫌いな、苦手な。そうなんですね、でもサイボーズさんではそういうでも雑談っていうのは結構大切にされているという感じなんでしょうか？そうですね、誰とっていうところで結構大事だと思ってて、はい、何かな、あの例えば普段から隣同士で仕事してる人が改めて雑談っていう時間を設ける必要は全くないと僕は思ってるんですよ、はいはい、そうですね、で、直属の上司ともそんなにしなくていいんじゃないかなって実は思ってて、はい、逆に、雑談しなきゃいけないようなそういう間柄とか部下に雑談を求められる上司っていうのは、まあその時点で、相当結構上司としてはどうなんだろうそういう気はしますよね、普段からやっとけみたいな、そんな形で思ってて、はい、そうじゃなくてむしろ、僕があの最近あの若い人によく雑談申し込んだりとかっていうことを僕はたまにするんですけど、やるときは、本当にあの若い人の感覚がわからないからちょっとお話しさせてください、この問題に対してどうか考え聞かせてとか、どうやったらツイッターでフォロワー集まるかもしれない、でも雑談って本当大事だと思ってて、こう私たちもパーソナリティしてるんですけど、やっぱりなんか私も最初始めた時パーソナリティの方とやっぱちょっと心の壁というか、まあ知らない相手なのでそういうのあったんですけど、まあ今日もそうなんですけど、こう相方のかなさんとまあ前日からすごい話したり雑談を重ねて、なんかこう今日もなんかいい感じにリラックスしてお話ができるので、やっぱ雑談ってすごい大事だなというふうに思ってます。あ、そうですね、多分あの2通り目的があると思うんですよ、はい、あのその胸襟を開くっていうか、要するにお互いに何言っても大丈夫っていうお互いの心理的安全性を確認する、確保するっていうためにやる雑談っていうのと、あとは、自分の全く知らない知識とか知らない人とかっていうネットワークを、広げるっていう手段としての雑談っていうのがあると思います、僕はあの対人距離に関しては、あまり気にしないっていうか、目的があったら喋るし目的がなかったら喋れないっていうのが分かりやすいあれなんで僕はどっちかというと知らないところに対してこう広げるために雑談を使うっていうのをよく使いますね。だからなんか目的って一個じゃないと思うんですよね。なるほど。それでいくと直前でもこう打ち合わせでもこう雑談を通して結構野水さんがこう近い距離に感じています。ありがとうございます。いやもうこの、ね、最初の始まる前の15分とか、はい、それがあるのとないのとじゃ全然違うなって私たちも感じます。
そうですね、それは言えてると思いますね、うんうん、はい、あの店舗とか分かりますしね。そうですね、分かります、うんうん、あのやっぱり写真だけ見たりしてもやっぱ話し方がどうなんだろうとか、うん、どんな方なんだろうっていうのはやっぱ話してみないと分からなかったりしますよね、うんうん、まあ、最近写真作りますからね、一生懸命ね。いろいろ盛りますからね、こう。もうね、修正が可能な時代になりますから、ね、リアルになった瞬間、あれみたいな。確かにそうですね、うん、でもそういった感じでもあの若い方にあのワンオンワンをこう申し込む時もちょっと若い人の感覚取り入れたいなとか、もうそういったこう軽い感じでちょっと話したいなっていう。そうですね、若い感覚っていうか、やあの知らないんですよね、単純には最近のことが、うん、ね、知らないんで、やっぱそこはあの純粋にあの教えを請うた方がいいかなとは思います、うん、なるほど。なんかね、私たちもそのワンオンワンって聞くとこう、うん、なんか上司が部下にこう一括みたいな、カツを入れるみたいな、うん、ちょっとそういうイメージがあったりしたので、うん、あ、15年前はそういうイメージでしたね。あ、本当ですか。それがこうどんどん変わってきたんですね、うん、ではちょっとここで次のコーナーに移っていきたいと思います、はい、シェアエコタイム、はい、このコーナーでは近年話題になっているカーシェアやフリマアプリなどのシェアリングエコノミーに焦点を当て関連する話題を紹介しています。本日の担当はゆきちゃんです。どんなニュースがありましたか。はい、はい、シェアサミット2020での社員を守りながらのイノベーションを生み出し続けるにはテレワーク時代のオフィス、ウィズコロナのオフィス革命というトピックです、はい、その中でサイボーズ株式会社の青野社長がオフィスにしてもツールにしてもヒレラルキーじゃなくていかにオープンに情報を共有していくかが重要になってくるということと、地方はまさに今千載一遇のチャンスであるということ、そのためにはオープンで安全、デジタル化がキーワードなのではということをおっしゃっていたんですけど、まあ、野水さんが体感する情報共有のメリットとは何でしょうか。何でしょうね。もうあの先ほど の, あの雑談ともちょっとつながってきますね、うんうん、一言でってなかなか言いにくいんですけどね、うん、あの一言で言うと世界平和なんですよね。世界平和、何言ってやこのおっさんっていう感じです。いやいや、ちょっと詳しく聞きたいところです。何かな、人と人とが分かり合えないのって大体誤解なんですよね。で、誤解のメカニズムってなぜ誤解が起きるかっていうことなんですよ、はい、で、誤解がなぜ起きるかっていうと、その人が持ってる後ろの価値観と、要するに背景が違うと同じものを見てるんだけど、違う解釈をしてしまうっていうところがあるんですよね。だから、誤解をしない一番の方法は、うん、要するに相手のバックにあるものをお互いが理解するっていうことがあれば、うんうん、確かに、俺の言ってることは、僕は正しいと思ってるけど彼にしてみたらすっげえ痛いこと言ってるな今っていうのが分かるっていうところがあって、うん、で、まあ、情報共有というのは結局それを、そこまで含めたところで、共有していく、ことだっていうふうに僕は思ってるんですね、最終的には、うん。だから情報共有になるとあの多分喧嘩がなくなって世界は平和になるなっていう、そういう感じです、うん、なるほど、なるほど。じゃ情報共有というのはもう世界平和にもつながっていくということですかね。ええ、うん、ありがとうございます。いや確かにはそうですね、うん、あの多くの何ですかね、あの大体誤解ですよね。そうですね、人と人が分かり合えないと、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、あのちょっとしたズレとか私はこう思ってたのに相手が違ったとか、うん、そういったところでちょっとあの信頼関係が崩れていってしまったりとか、うん、ちょっとしたすれ違いになっちゃったりするんですよね、うん、そうですよね、まあ、かといってたくさん喋ったら誤解が解けるかっていうと、うん、そんなこともないんですけど、ね、あの25年経っても夫婦喧嘩しますしね。そうですね、やっぱ夫婦間とかもやっぱ難しいですよ ね, すね。やっぱりもう、まあ、一緒にはいるけど、うん、全然違う考えを持っているわけですし。そうですね、まあ、親と子もそうなんです、うん、世代ごとで考えが違うっていう。それは、でも結婚の場合だったら世代は一緒だけど、はい、お互いの家の育った背景によってやっぱ全然考え方が違うわけですよ、うんうん、はい。でもそれをお互い理解するという意味ではやっぱ情報共有って大切ですね。ええ、だからあのここでゴールっていうのがなくて多分ね、うん、一生やらなきゃいけないって自分で言ってますけどね、うん、
そんな感じです、うん、ありがとうございます、はいはい、以上シェアエコタイムでした。それでは引き続き野水さんにお話を伺っていきたいと思います、ここからは野水さんのキャリアとメディアについてというところで伺っていきたいんですけれども、うん、最初ではないですね、今サイボーズのエヴァンジェリストとしても活躍されているということですが、はい、ゆきちゃんから聞きたいことありますか、はい、サイボーズのエヴァンジェリストの仕事というのはこうどのような感じで広めたりとか、そのどのような役割があるんでしょうか。何かな、まあ、やっぱ情報共有の良さを広げるっていう感じかな、はい、これうんうん、エヴァンジェリストってもともとの意味は伝道者なんですよね。要するに宗教の、うん、はい、キリスト教とかで、教えの素晴らしさを広めていくっていう、うん、そういう役割を持った人をエヴァンジェリストっていうふうに呼んでて、うん、でそれがいつの間にか Windows っていう宗教とか、マッキントッシュっていう宗教とか、うん、Android っていういろんな宗教がありまして、うん、IT 派閥には、うん、はい、でそこの人たちがその要するに他陣営にいる人たちを自分の陣営に引き込むためにその魅力的な、うん、プレゼンテーションで、うん、こっちの水は甘いよっていうことを言うっていうのがもともとの、その、まあ、僕がエヴァンジェリストって言葉初めて聞いた頃に、アメリカの方でやってた話ですね。日本ではその頃そういう人たちほとんどいなかったので、うん、なるほど、うん、でただ今は結構多岐にわたってますけど、なんか働き方エヴァンジェリストって名乗る人が出てきたりとか、うん、なんかいろいろエヴァンジェリストって出てきてるんですよね、はい、でなんかちょっといや肩書きとしてはちょっといやらしいんで僕わざと名刺にエヴァンジェリストって書いてないんですけど、書いてないんですけど、はい、まあ、そこはちょっといいとして、何が言いたいか プレゼンテーションって、はい、うん、定義は、例えば僕らエヴァンジェリストがプレゼンテーションする時の定義っていいことを言うではないんですよね、うん、で、要するに大勢で1対 N っていうか、要するに自分一人で相手が大勢の人数がいて、でそれに対して我々が情報を伝えることで我々が意図している方向に聞いた人が動いてくれる状態を作るっていうのが、はいはい、僕らの仕事になります、うん、なるほど。ですから、まあ、話聞いたわって言ってアンケートが、まあ良かったですっていう回答があれだったら、僕らとしては合格点ではあるけども、満足点ではないっていう感じですよね。あ、なるほど。それで、態度が変わってくれる人、明日から行動を入れ替えますとか、うん、ちゃんと本買いましたとか、サイボーズ導入しましたとか、お試しあれしましたとかって言って初めて成功っていう感じになるんですよね、うん、で働き方改革のエヴァンジェリストとして、もし僕がっていうか最近そんな話ばっかりなんですけど、っていうのはやっぱ勝ったって思えるのはその人たちと生活が変わるっていう、例えばちゃんと在宅勤務してくれるようになるとか、うん、在宅勤務してください、制度入れてくださいって社長に言ってくれるとか、うん、っていうふうに彼らが変わってくれて初めて、我々の仕事はできたなっていう、そういう感じになります。あ、なるほど。じゃあその答えになってます。はい、はい、なってます。プレゼンの場で聞いてくださった方が良かったなとか面白いな、広めたいなではなくて、その次の日からとかその後からどういった行動をしていったかというところまで着目してらっしゃるということですか。そう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 、うん、でまあ、タレントさんが喋るとか著名人がなんか地方行ってこう話す時って、うん、ああいい話やったなって終わらって満足することが多いんですけど、それはまあタレントの仕事はそれで終わり、はい、OK なんですけど、エヴァンジェリストはそこで止まったらダメだっていうことですよ、ね、うん、ね、相手の行動を変えることが僕らの仕事なんで。じゃあその行動の変化っていうのはどういった風に見ていくんですか、野水さんは。一番分かりやすいっていうか、とりあえず行動の変化ってわけじゃないんですけど、はい、あれですよね、アンケートの回答で5段階評価っていうのがあるじゃないですか、うん、普通とか、良、はい、かったとかすごく良かったとかっていうのがあって、はい、うん、あれで、僕の目標としては、4の評価より5の評価の数を上げる、うん、とりあえずは、はい、4の評価って、まあ、体感的な話なんですけど、4の評価って想定通りのいい話でしたっていう僕的な解釈なんですよね。あ、なるほど。
で5の評価を取って要するにすごく良かったっていうところで、ついでにコメント欄に何々についてあのあれでしたとかって書いてもらって初めて、要するにその能力をかけさせたっていうだけで、要するにいつもの期待をちゃんと上回って、その人に何らかの作用を及ぼしたなと思えるので、まずは最低でもそこ行きたいなっていうところです。確かにそうかもしれないです。私もなんか参加者アンケートとかあると、特にこうあの悪いところがなかったら5段階だと4ぐらいかなっていう感じでつけて、特に良かったところには5をつけたりするので、結構その視点っていいですね、面白いですね。そうですね、例えば1日で5本セミナー聞きましたとかあった時に、5本のうち、5をつけるのって2本だと思います。2本か1本なんですよね。はいはい。でまずは最低限そこに入ることは僕らに対しても最低限そこだと。最低限最低限そこです。なるほど。でここまでこうサイボーズのエヴァンジェリストのお仕事を聞いてきましたけど、野水さんはテレビ業界とか実家のお仕事の実家のお仕事家業をされていたとか書いてあるのを拝見したんですけど、はい、なぜこうサイボーズに入れたんでしょうか。なぜサイボーズに入れたかっていうと、当時サイボーズが20人しかいない超弱小ベンチャーだったからです。だからあの給料も安かったしね、今でもそんな高くないですけど、要するに、まあ、建設業をやって家業の、まあ、一応社長だったんですけど、7人ぐらいの会社ですけど、やってる時に IT の勉強したいなと思って、そこで入れる企業をこう探した時に、まあ、たまたまあの今からやっぱり成長していく企業がいいじゃないですか。で若い人で、すごいセンスが良さそうな人がやってるところが学ぶのには最適だって、学ぶあの同居不順なんですけど、はいはい、最適だと思ってて、でそういう時に、見つけた企業の中の一つがサイボーズですね。で、まあ、サイボーズもたまたま人が足りなかったらしくてですね、応募訪問のところに、とりあえず今全然違う職業で、しかも代表取締役をしているので、今すぐ入るとかじゃないんですけれども、そこの会社にちょっと興味があるんで話を聞きたいですってやったら、2時間後に当時の副社長で今の社長の青野からすぐ会いたいけどいつ来ればいいかって、どんだけ人からんだよこの人、すごい。そんな感じでした。はい。じゃあもうなんかこうタイミングがちょうどあったというか。そうですね、まあ、運命、運命だったら今だったら僕100回受けても絶対受かんないと思いますよ、うちの会社。そうですか。じゃあ IT の今ね、なんかとんでもない人が受けに来ますからね、今うちの倍率高くなっちゃって、かなり知名度も上がってきたということなんですかね。そうですね、あの新卒でも結構知名度上がってるんですけど、最近中途がすごいことになってて、なんかあのね、中央官庁の本当にキャリア、東大でのバリバリの官僚の方とかですね、あとはなんかあの某、キー放送局の、はい、有名なんたらとかっていう方とかっていうところにこう来たりとか、あまり言うと本当に名前が特定されそうなクラスまでこう来るようになってですね、面接するたびにこれあのなんか俺に辞めろって言われてる気がするみたいなっていう感じになってますよね。当時はあの猫の手でも欲しかったっていう頃なんでね、僕が入ったのはね。じゃあ IT の知識っていうのはその入社されてから知識をつけていかれたんですか。さすがにそれはなしで、IT はもともと興味があって、なんか世の中を今から変えていくっていう、まあ、20年前の話なんでね、インターネットが出がけの時だったんですけど、でインターネット面白いなとかって思って、そういうインターネットとかを使った技術とか IoT、まあ、当時 IoT っていう言葉なかったんですけど、そういうのとかを組み合わせると世の中変わりそうだなと思って自分なりには勉強はしてました。で、一応パソコン自作したりとか、自作ですね、今でもできる、簡単にできちゃうんですけど、そういうことをやったりとかっていうのはしてたんで、普通の、なんかあの今の一般の大学生よりはあるっていう感じには持ってました。はい、なるほど。じゃあその、あの家業の代表取締役されてる時から、じゃあ次どんなことができるかなっていうのを考えながら仕事をされてたということですか。そうですね、やっぱりそれやって、僕はあのテレビカメラマンから家業に入ったんで、結局あの
土台がないわけですよね、はい、で職人として別に特に腕がいいわけじゃなくてっていうか、職人としては結構最低ランクで、当たり前ですけどやってないんで、最低ランクですし、知識量としても、まあそんなにめちゃくちゃあるわけじゃないと。ただ当時は出かけだったんで、インターネットで調べられることが結構出てきた時期で、はい、いやこれなんか蓄積してきたものがみんな持ってるけど、これひょっとしたらコンピューター持ってると今までのやつを全部すっ飛ばして先行けるんちゃうかっていうことをこう、うん、思い出して、だったら IT 学んだ方が建築学ぶよりは道早いじゃんっていう、うん、ところですよね。昔みたいな資格試験の試験を受けるのに教科書買いに行くよりはなんかググった方が早いやろみたいなそういうことが、まあ、当時グーグルがほとんどなかった時代ですけど、うん、ヤフーしかなかったんですけど、はい、まあ、結局そういうことができそうだっていうことが見えてきたっていう感じですね。うん、もうネットを駆使しながらもうどういった道があるかなっていうのを考えてたっていうことですね。そうですね、はい、うん、まあ、今まで野水さんはカメラマン、自営業、サイボーズのお仕事されてますけど、なんかそのお仕事の中での共通点とかありますか？そうですね、建設は家業なんで若干違うんですけど、うん、テレビカメラマンと IT って結構似てるんですよ、ね、うん、なるほど。特に IT って我々のやってるサイボーズのやってる仕事ですけど、はい、結局多くまあ、エヴァンジェリストも一緒なんですけど、はい、自分たちが作ったものとかっていう、まあ、メディア論勉強されてたら分かると思うんですけど、自分たちがやってるメディアでもっと多くの人たちの行動を変えるっていう面では、うん、サイボーズがやってる事業っていうことと、うん、エヴァンジェリストっていう仕事がのことと、あとはテレビのディレクターとかカメラマンがやってる仕事っていうのは相当共通点があると思ってます。だから多分ね、なんていうかな、自分の発信する何かによって、世の中の多くの人に影響を及ぼしたいっていうことっていうのはおそらく共通点なんで、僕がやりたいことの共通点なんでしょうね。なるほど。やっぱりこうそのまあ共通点というか、こう野水さんの信念としてこう世の中を良くしたいとか変えたいという思いがやっぱり今も続いてるっていうことなんですかね。あれなんでしょう、信念っていうほど濃くはないですし、確固たるものでもないし、結構フラフラなんですけど、はい、何かな、何してる時が気持ちいいかっていうところですよね。気持ちいいかっていうところと、何をしてる時が自分が成長が感じられるかっていうところだと思うんですけど、はい、やっぱりより多くの人たちの行動を変えれた時に、あ、俺成長してるっていう実感が湧くし、その時に自分がワクワクするっていうことなんだろうと思います。なんか正義の見方って結構後付けで、正しい方向になんとかっていうことをよく言いますけど、正義って相対的なもんだし、はい、それぞれの正義があるんで、自分がやってることが本当に絶対的な正義って限らないじゃないですか、はいはい、だからなんかそういうことよりも意識してるのは、他人と自分にとってどっちもいいことで、かつ自分が気持ちいいって思えることが多分今のところは正しいんだろうなっていう、そういう考え方をしますね。なるほど。いや、なんか今ビビッときましたね、うん、なんか自分がワクワクするとか自分が楽しいと思っても、うん、じゃあこれ誰の役に立つんだろうっていうのが、うん、そこまで考えがいかないとなかなかね、仕事にもつながらないですし、うん、どっちにもこう利益があってかつワクワクすることっていうのはかなり、ね、キーワードでもあるし、私たちも参考にしたいなっていうところであります。はい、はい、よかったです。はい、ありがとうございます。ここでですね、今日の放送でいただいているコメントをちょっと読んでいきたいんですけれども、はい、もうたくさん来てる、たくさんいただいてますね。マジですか、はい、よかった。もう最初の方ですね、ソフトウェアを広めるのではなくチームワークを広めたい、マッスル部いいですねとか。あ、スイーツ部のがいいですよ。スイーツ部かなり気になりましたよね。あとはエヴァンジェリストのプレゼンはすぐに動き始めるためのキックオフ的プレゼンということで、うん、リオさんと、あ、そういう取り方をするんですね、はい、はいはい。キックオフ的プレゼンというのはそういった意識はございますか？どうなんだろう、それはそれぞれの、うん、テーマっていうかその時の状況においてから、あ、はいはい、そこで変わってくるんですね。そうですね、例えば IT の勉強をしに来た人に対して、IT の話をして動かす時っていうのはそういうキックオフになると思います。な
なるほど。ただ僕らって地方に行って例えば商工会議所でこうやったら一番前の席にあのせんべい持ったおばあさんが座ってたみたいなそういうプレゼンも結構あるんですよ、うんうん、地方行脚してると働き方改革とか、はいはい、特に、っていうことになるとこれキックオフとかそういう話ではなくて、うんはい、皆さんの地域を明日からちょっとでも変えていくためにはどうしたらいいかっていうところをこう目指すとかっていう時があるので、うん、あのそれぞれやっぱりちょっと違いますね、はいはい、テーマによってまあ変わってくるというところなんですね、テーマと相手の態度、相手の態度、相手が、なんかもう勉強する気で来てますっていう人は背中を押すだけでいいんですよね、うんはいはい、でもなんかわからんけどなんかあの役所の人に言われたし、今日暇やし来たわみたいなお茶飲んでる人に対しては、はいまた違うアプローチですよね。まず心を解きほぐしてみたいなところから始まって、うん、いくんで その人たちが、例えば市長のやることを応援させるとか、うん例えば今からやる社会実験に対して協力的な姿勢を持ってもらうとかっていうところを目標にするときもありますして、ね、それはなるほど。じゃあやっぱりプレゼンで、まあ、事前に準備はするけどもその会場の雰囲気とか相手の温度感とかでも喋る内容を変えていったりとか、あむしろそっちですね。だいたい僕のプレゼンって毎回内容が変わることで有名みたいで、うちの後輩がですねプレゼン勉強したいからって言って僕の、同じプレゼン資料でやるプレゼンに3回来たらしいんですけど、うん、3回全部僕の言ってることは全然違うと言ったらしくて全く何の参考にもなりませんでしたって言われて良かったんだか悪かったんだかそんな感じです。やっぱり女性に向けて話すときと男性に向けて話すときは当然違うし、うん、年配者と若い人も違うし、うん、都会と地方でも違いますし、はい、どっちかっていうと結局同じことを同じ行動を変えるっていうことを目標にするとしても、うん、相手方の利益が何かによって必ず話し方って変わってくるじゃないですか、はい、だからそれはもう当日行って来る人たちとか、待ってる間の態度とか、うん、あとはその名簿の例えば会社名とか肩書きとかで、来るまでのタクシーの風景とかそういうのを見ながら決めていくんで、はあで結構変わりますね。もうあれですね、アドリブのプロですね、まさに。いや逆にオンライン苦手なんですよ。そうなんですか。いやもうだって誰の顔も見えないから何喋るか分からないんですよ俺誰動かせばいいんだろうみたいな。いやそうですね。じゃあ相手が誰でじゃあどういうふうに変えたいのかっていうのもやっぱり大切にしながらプレゼンはされていくんですね。そうですそうです、うん、はい、いやあくまでもそうですね、うん、まあいい話かどうかなって、まあ、結局どうでもいいですってなるほどなるほど。いや本当にね、早いものでちょっと終了の時間も近づいてきたんですけれども、はい、今何か告知されたいことってございますでしょうか。何でしょう。いいなと思ってくださった方はですね、はい、来年からちょっと YouTuber じゃないんですけど、はいはい、エヴァンジェリストの活動としてちゃんとオンラインもちゃんとやっていこうかなっていうことをこう思ってて、うん、はい、細胞の例えば社会課題の解決に対する例えば虐待の問題とかもありますし、うんうん、あと役所の DX の問題とかもあるんですけど、はい、そういうことをちゃんと発信していこうっていうことをこう思ってます。まあ、映像も作れますしね、当たり前ですけど、で、まあ、よろしかったらツイッターとかフェイスブックとか、フォローなり友達申請なりいただいてですね、そういうのが出てくるのをちょっと楽しみにしていただくと嬉しいなと、いや楽しみにしています。いや本当に楽しみですし、はい、ちょっと私たちもね情報発信は負けてられないなというところでもあります。負けたら困るんですよちょっと私たちもね、はい、もうついていくような感じで、はいはい、頑張っていきたいなと思っております最後になりますが福岡2020からお知らせがあります。ゆきちゃんお願いします。はい、今日の放送の感想やゲストやパーソナリティへの質問をぜひハッシュタグ福岡2020をつけてツイートしてください、はい、ハッシュタグの後にローマ字で福岡、その後に数字で2020でローマ字は大文字でも小文字でも構いません。はい、ありがとうございます、はい、番組登録やインスタグラム、フェイスブックページのいいねやフォローなども押していただけたら嬉しいです。はい、本当にね名残惜しいんですけれども、はい、
本日の配信もそろそろ終了のお時間となりました。野見さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。来週の木曜日も19時から20時にお送りします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。